シャノン・ルシッドは、アメリカ合衆国の生科学者で、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。かつて、彼女は、女性で最長の宇宙滞在時間記録を保持していた。ミールへの登場を含む5度の宇宙飛行を経験している。ルシッドは、中華民国の上海で、バプテスト教会の布教者である両親をスカル・ウェルズと、マートル・ウェルズの間に生まれたが、 オクラホマ州ベサニーで成長し、ベサニー高校を卒業した。オクラホマ大学に進学し、1973年に生科学の博士号を取得した。インディアナポリスのマイケル・ルシッドと結婚し、一人の息子、二人の娘、五人の孫娘に恵まれた。ミール滞在中にトレッドミルで運動するルシッド・ルシッドは1978年に、 NASA の宇宙飛行士に選ばれた。6人の女性宇宙飛行士の中で、彼女は唯一の母親だった。ルシッドの最初の宇宙飛行は1985年6月のスペースシャトルディスカバリーのミッション STS-51G だった。1989年には STS-34、1991年には STS-43、1993年には STS-58 に参加した。ルシッドは彼女の5度目の飛行で1996年3月22日から9月26日まで179日間のミール滞在を含む188日を宇宙で過ごしたことで知られている。ミールの往来はアトランティスが使われ、行きは STS-76、帰りは STS-79 のミッションだった。彼女のミール滞在は当初はこんなに長くなる予定ではなかったが、彼女の地球への帰還が2回延期され、滞在が約6週間延びた。ミッションの間、彼女は多くの生物学、物理学の実験を行った。ミールに長期滞在していたおかげで、彼女は ロシア人以外で最長、また女性で最長の宇宙滞在時間記録を打ち立てた。2007年6月16日、彼女の女性としての宇宙滞在記録は、国際宇宙ステーションに滞在中のスニータ、ウィリアムズによって破られた。2002年から2003年にかけて、ルシッドは NASA 主任科学者として働いた。2005年以降は更新担当として、 sts-114 sts-116 sts-118 sts-120 sts-122 sts-124 sts-126 sts-125 sts-127 sts-128 等の多くのミッションに関わった2008年1月時点で ヒューストンのジョンソン宇宙センターにある宇宙飛行士室を管理しており、更新担当としても働いている。ルシッドは1996年12月に全体で10人目、女性としては初めて宇宙名誉勲章を受賞した。1993年にはオクラホマ女性の伝道に選ばれた。ありがとうございます。